池田真子です。今日のマクチャンネルはメイクです。はい、今回は浴衣メイクをしてみました。もうすぐ七夕祭りとか夏祭りとかあると思うんですけど、皆さんその時に浴衣着た時とかにもぴったりなメイクを考えてみました。で、今回はお風呂メイクなんですけど、こうチークの位置を高くしてみたり、あとは結構自然な感じになるようにナチュラルに肌感とかも活かしてツヤ感を意識してメイクしてみました。ぜひ参考にしてみてください。それではそのやり方をご覧ください。マコチャンネルスタート。それではメイクを始めていきます。まずはこちらです。じゃん、ロレアルパリのクッションファンデを使います。こちらを顔全体に塗っていきます。細かい部分はこんな風にスポンジを曲げて使ってください。そしたら今度はこちらの資生堂のパウダーで軽く重ねたいと思います。これはテカリの気になるところとかに薄くのせてあげます。あと目の周りとかもしっかりパウダーを重ねてあげると後で化粧が崩れにくいのでおすすめです。そしたら今度は眉毛を描きます。こちらです。じゃん、リブアイフルのペンシルを使って眉毛を描いていきます。では描いていきます。眉毛は短くなりすぎないように眉尻から描いていきます。で、大体形が決まったら上からこちらのパウダーを重ねます。100均のルージンアイブロウキットです。2番を使います。で、こちらの濃い方のカラーを外側に、明るい方を内側に使っていきます。はい、こんな風に眉毛の形を整えてあげます。そしたら今度は眉マスカラをします。使うのはこちらです。じゃん、キズミーヘビーローテーションのアイブロウマスカラを使います。では描いていきます。はい、これで眉毛は完成です。そしたら反対側も同じようにしていきます。はい、眉毛の完成です。そしたら今度はアイシャドウをします。こちら使うのはヘイミッシュのアイパレットコージーコーラルを使います。まずはこちらの白いカラーを眉下にのせていきます。そしたらその下の薄いピンクをアイホールにのせていきます。今度はこちらのブラウンのシャドウを目の際にのせて指でぼかしていきます。はい、指でぼかせたら今度はこちらの下のベージュっぽいラメの入ったシャドウをアイホールにのせていきます。この時にブラウンも一緒になじむようにぼかしてあげてください。はい、できたら今度はこちらの濃いめのピンクのシャドウを下まぶたの3分の1ぐらいにのせます。で、のせれたら今度はこちらのちょっと白っぽいキラキラのシャドウを涙袋にのせていきます。はい、アイシャドウはこれで完成です。反対側も同じようにしていきます。アイシャドウが完成しました。そしたら今度はアイラインを引いていきます。使うのはこちらです。じゃん、ブラウンのアイライナーで引いていきます。ではアイラインを引いていきます。アイラインは目尻だけに引くんですけど、長すぎないように少し下げてさらっと引きます。はい、こんな感じです。目を開けた状態で好きな角度に下げて引いたら、後からこの上に向かってなじむようにグタッてならないように調整してください。そしたらビューラーでまつげを上げます。では次はマスカラをします。じゃん、ラブチュールのロング&カールマスカラを使います。マスカラは上は全体に、下は目尻側だけのせていきます。で、マスカラをしたらこうまとまらないようにこういうふうなコームとかで解いてあげてください。で、もしまつげが下がってきたなってなったら、また根元だけビューラーで軽く上げてください。はい、これでアイメイクは完成です。反対側も同じようにしていきます。はい、次はハイライトをします。こちらです。エルファ花高パウダーを使って T ゾーンにのせていきます。
ブラシに軽く取って少し手とかでティッシュとかで落としてからのせてあげてください。こんな感じでラメ入りのハイライトをすることでツヤ感もアップします。今度はこちらのキャンメイクのチークをします。でこれは指に取って目の下に一度つけます。そしたらここから楕円形になるように伸ばしていきます。結構目の高い位置のところに乗せてこんな風にぼかしていきます。で最初に一気に広げすぎるっていうよりはまずこの辺でぼかしてから最後に周りも一緒にぼかしてあげてください。はい、これでツヤ感も出てちょっとほてった感じになります。反対側もしていきます。もしつけすぎたなとかあったら後でパウダーとかで重ねてあげてください。そしたら今度はリップをします。こちらレブロンのクレヨンリップを使います。赤色です。でこれを口にのせて指でぼかしていきます。こんな感じでこのクレヨンリップは何度も重ね付けしなかったらこんなぐらいで色の調節ができるので少しずつつけて唇の内側にのせてぼかしていくのがおすすめです。そしたら最後にグロスをします。ではのせていきます。はい、できました。こんな感じでメイクの完成です。いかがだったでしょうか。今回は浴衣メイクをしてみました。ちょっと髪の毛もアップにしてみました。で今回は浴衣メイクはお風呂メイクをしてみたんですけど、全体的にマットな感じでするよりはなんか素肌感を意識してこうツヤとかあとマスカラとかもツヤっぽいのとかグロスとかいろいろ結構自然体な感じに近づくようにしてみました。チークとかも結構ほてった感じにしてお祭りとかにぴったりなメイクかなと思います。ぜひ皆さんも参考にしてみてください。他にも池田のこのまこチャンネルでは DIY やメイクなどを週4回アップしています。気になるのがあったら評価コメントチャンネル登録もよろしくお願いします。ということで今回は池田まこの浴衣メイクでした。バイバーイ。